なんでまあこういうことを始めたかといいますと、もともと私は2013年に初めてチェルノブイリに取材に行きました。理由はもちろん福島第一原発事故が起きて、で、生鮮量被爆の影響というのは一体どういう状況にあるのかということをですね、ぜひ現地に見に行って映像で記録してほしいという、そういう思いの保護者の方々から、ぜひ白石さんに行ってもらえないかということで行ってまいりました。でこの時はですね、ソーシャルジャスティス基金、佐々木さんいらっしゃいます。どこに座る、マッチボートの、ごめんなさい、はい、すいません、そこに座っていただいてますけれども、ソーシャルジャスティス基金のですね支援をいただいて、チェルノブイリに行ってきました。で、ここにビデオがあるんですけれども、チェルノブイリ28年目の子どもたちというですね、ブックレットとそれから DVD1 と2という、2つを、まとめさせていただいたわけです。で次お願いします。すいません、吉田さんありがとうございます。で皆さん見ていただいてない方は改めて見ていただきたいんですけど、見ていただいた方はご覧になってお分かりだと思うんですけど、チェルノブイリで今28年目、もちろん伝染量被曝のさまざまな影響があるわけですけれども、行って驚いたのがですね、とにかく学校の中で校長先生あるいは保健室のですね、保健室向こうは被曝のある汚染の地域というのは高医さん、お医者さんと看護師さんの2人体制なんですけども、保健の中、保健室ですね、そして担任の先生が非常に協力して子どもたちの様子を観察して、で保養をしたり、あるいはですね、このビデオの2をご覧になった方はお分かりだと思うんですけど、いろいろですね、子どもたちにケア、なんかハーブティーを出したりですね、リンゴのなんかそれこそ、すりおろしたものをあげるとか、アロマテラピーのお部屋に連れてったりとかですね、吸引させたりとか、いろいろな子どもたちに対するケアも同時に学校の中でしていたわけです。で次お願いします。でさらにですね、医療体制といえばここにありますけれども、今なおですね、その汚染地域の子どもたち、大人のあるんですけれども、ガイドラインを作って、細かく検診してるんです。で去年も私チェルノブイリに行って、これビデオまだまとめてなくて、もうどうしていいのかわからないんですけど、そちらの方でも子どもがやっぱり 2世になってるわけですけど、みんな検診受けていて、もう吉田さんがね翻訳されたウクライナ報告書にも書いてありますけど、今なお 98% の子どもたちが検診をみんな受けていて、その検診は2日間かかるんですね、非常に細かく見ます。別にそのただ検査をするだけじゃなくて、このブックレットの中にもね吉田さんが触れてますけども、触診とかですね、問診とか、とてもその子どもたちの状態、心身の発達をチェックしているということをしています。で次お願いします。で日本なんですけど、私が行ったのは主にこのコロステンというね町に一番最初にすごく行ったわけです。ところがこのコロステンには検診センターがあって、日本のお金、笹川財産のお金で立派な検診センターがあって、そこで検診しているんですけど、他にも検診センター日本のお金でできています。で、ちょっと比較のために地図なんですけど、次見ていただけます、よろしいですか、次お願いします。今比較するとですね、その検診センターで90年代に検査されていた甲状腺エコー検査の結果を見ますと、この見つかった検出率が右側に、発生率っていうふうに高村、これは高村さんというご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、長崎大学の先生がまとめたパワーポイントを上に貼ってあるんですけれども、ここに書いてあるようにですね、5ミリはちょっと高いんですけれども、その他の私の言ったコロステン 0.031% の検出率、甲状腺がんのエコー検査をしてがんだった子が、そのぐらいの割合でいたんですけれども、今日本でじゃあ福島市、郡山市、いわき市と比較してみますと、ここに数字を見れば分かる通りですね、私が行ったコロステン30年経ってなかなか低線量被曝の影響もあるし、もちろん学校ぐるみで子どもたちのためにいろんなケアをしているわけですけれども、今すでにこの、チェルノブイリの初期の段階と、それから
福島の初期の段階を比べるとですね、まあ、日本では甲状腺エコー検査をしすぎているのでたくさん見つかっているというふうに言われているんですけれども、実際にはエコー検査をしていた日本の、しかもですね、長崎大学の先生方がしていたところと比べても、実はもう検出率が超えてしまっているという現状があるわけです。ぜひお願いします。で、まあ、そうなってきますとですね、日本はまあご存知の通り何にも、まあ、自己移行をやってないわけです。その、差というのはとても大きくて、で実際に国が何もやらないということを、まあ、はっきりと決めてしまっている中で、じゃあどうすればいいのか。で実際ですね、私もビデオを作って本を書いた段階ではですね、本当にソーシャルジャスティス基金からさんからですね、ご支援いただいて、これを政策を変えていくのの一助にしたいと思ったんですけど、なんないわけですよ。で困り果てて、だったらば、まあ、とにかく国がやんないならコミュニティ、あるいは学校の中で何かやってるところがあったり、あるいは自分たちでできる方法を、まあ、調べて、そしてそれをまあみんなで活用したりですね、共有する必要があるんじゃないかということで、まあ、今回こういった調査をして、そしてまあまあ、ブックレットでなるべくたくさんの人に読んでもらえるですね、簡単な形、簡単というか、そうすぐに手に取りやすい、まあ、しかも本屋さんでも買えるというですね、そういう形でまとめたわけです。で本日はですね、まあ、ちょっと前段のご説明が長くなりましたけれども、我々がですね、この後私たちが調査したり、あるいは取材したり、実際に現場で取り組まれている方々のお話を共有させていただいて、で今日がむしろ始まりというか、これからですね、具体的にどのように、まあ、みんなでですね、この状況をよりよくできるかということを考えていければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、ちょっと冒頭は、まず、ちょっとですね、もしかしたら来ていらっしゃる皆さんの間に情報の格差があるかもしれないなということもあってですね、ビデオをご覧いただきたろうと思います。ちょっと長いんですけれども、しかも古い1年前のもので恐縮なんですが、後半にですね、登場していただく、関東ネットの木本さんをはじめですね、関東の皆さんが、まあ、もう本当に国がですね、何もやらないっていうところの戦いと、それからその後ですね、自分たちの手でもういろんなことをやっていくっていう状況をですね、まあ、ブックレットにも書いておりますけれども、でもすでにビデオを見た方もいらっしゃるかもしれないんですけども、改めてですね、共有していただこうと思いまして、上映したいと思います。ではご覧いただきたいと思います。2月15日、ごめんなさい、なんか音が聞こえなくなった。166人の子どもが甲状腺がん、またはその疑い、2月15日に開かれた福島県県民健康調査検討委員会、2011年の原発事故当時、18歳以下だった子どもおよそ38万人のうち166人の子どもが甲状腺がん、またはその疑いがあると発表されました。すでに116人が手術を受けています。福島原発事故から5年、福島県内で小児甲状腺がんの子どもが増える中、検査の行われていない福島県の外でも不安が広がっています。子どもたちの命を守りたい、県境を越えてつながる母親たちの姿を追いました。東京のベッドタウン、千葉県松戸市に住む木本さゆりさん、小学校1年生と中学校2年生の2人の子どもを育てています。何時だったかな、松戸市内のスピーカーフォンで基準値を超える放射性要素が
金町浄水場で検出されたので、念のため幼児の、飲用は控えてくださいっていうのが一日中だったんですよね。その時からかな、幼児がいたうちには2歳の子供と当時は 4年生の男の子がいたんだけど、でいろんなお店に水を買い求めに行くと、もう並んでるのはお母さんたち、とにかく若いお母さんたちが必死、もう血まだこになってさ水を求めていて、あ、これはやっぱり母親たちへの警報だと思って。これは国連科学委員会アンスケアが作成した事故初期の放射性ヨウ素の拡散シミュレーションです。松戸市は3月15日と21日の2日にわたり高い放射性プルームに覆われました。当時原子力安全委員会は事故の緊急対応に当たっていた原子力安全保安院に対し、母乳の汚染を懸念して粉ミルクの備蓄状況を調べるよう助言を出していました。しかし保安院は何も対処しませんでした。牛乳にも、放射能汚染があるということが発表された。そんな中市民団体が母乳検査を実施、茨城と千葉の母親5人のうち4人から放射性ヨウ素が検出されました。つくば市の、A さん、B さんから、8.7 ベクレル、1キログラムあたりです。で、6.4 ベクレル、守谷市の方から 31.8 ベクレル、千葉県で柏市の方から 36.3 ベクレルという、要素が検出されております。母乳検査を呼びかけた上層生協です。上層生協は、茨城県取手市内の朝市から発展した地域密着型の生活協同組合です。配達エリアは茨城県南部から千葉県北部にまたがっています。赤ちゃんを育てているお母さんをお願いにして、母乳を採取してもらったのが20日からお願いをして、で3月の24日ぐらいに検査結果が出る。飲ませちゃった後なんですよ。飲ませちゃった後で、50とか60ベクレルの要素が赤ちゃんがそのおっぱい、このことの選択のお母さんにとって非常に選択っていうか、もう飲ませちゃってるわけですよね。でその事実を飲ませ、赤ちゃんにあなたは飲ませてます、これだけの放射能が入った母乳を飲ませてますっていうことをお伝えするときがね、一番シビアだったですね。上層生協が食品の計測をスタートしたのは3月26日、生産者を回り野菜と畑の土を測り始めました。その後、地域全体の空間線量を調査、さらに会員や地域の人に呼びかけて配達エリア全体の土壌の計測に取り組みました。計測データを見てこの地域から避難する人も相次ぎました。もしかしたらソ連と同じように日本のデータを隠すかもしれないと思いましてね、市民の手でちゃんと調べておく、初期の沈着量を調べておく必要があるだろうということで、呼びかけて、最終的にはこの約1000箇所、いやもう4万ベクレル以上ですからね、ほとんどが6割が4万ベクレル以上になると、通常ですと、ね、研究所にしろ大学にしろそこが立ち入り制限区域ですからね、これが普通に市民の生活の場がこういう状態になったっていうのはやっぱりショックでしたね。木本さんも土壌調査に参加した一人です。
木本さんの自宅周辺は1平方メートルあたり86,786ベクレルの汚染がありました。放射線管理区域の基準の2倍です。土壌調査の結果は地域の母親たちを動かす原動力になりました。やっぱり何かしなくちゃいけないっていうのはそう思って、ただ情報を持って勉強して自分のうちの子だけその食事とか外遊びとか気をつけてたらいいのかなってだんだん思って、じゃあそういうふうに土壌汚染調査をしたお母さんたちがこの茨城県千葉県にたくさんいるってことも分かって、でじゃあこれつながっていこうかって。ちょうどその頃環境省は年間1ミリシーベルトを超える100以上の自治体を汚染状況重点調査地域に指定、松戸市など関東のホットスポットもこの中に含まれました。最初茨城と千葉しかいなかったんだけど、これは汚染されたのは関東全域なんだから、これから他の県も入ってこれるように関東をつけようって言って、で関東をまず持ってくるところが決まって、お医者の方から子どもの頃を関東ネットになりました。本案の賛否について、事故から1年3ヶ月が過ぎた2012年6月国会で原発事故子ども被災者支援法が成立しました。まもなく投票終了いたします。この法律は一定の基準以上の放射線量が計測される地域の住民を支援する議員立法で、その13条には事故当時その地域に暮らしていた子どもに対して生涯にわたって健康診断を行うことなどが規定されています。全国から36,660、私を入れて交通です。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。関東ネットを結成した木本さんたちは国会に請願署名を提出する一方、政府とも交渉を重ね、関東のホットスポットも健康診断などの対象に含めるよう求めました。千葉、茨城、埼玉の汚染地域でも同様のものをやってしかるべきなんではないか。しかし1年半経ってようやく出された基本方針で示された支援対象地域は福島県内の33市町村のみ、基準となる放射線量などは一切示されませんでした。木本さんたちをさらにがっかりさせたのは2013年12月に環境省が開始した住民の健康管理についての検討を行う専門家の会議でした。この会議は子ども被災者支援法を根拠に設置され、福島県外における健康診断などを議論するはずでした。検証やってもらいたいという方たちがいるであれば、そういう要求を組んできたというふうには思います。放射線がどのことですか。放射線が検査する場合の利益というのは、残念ながら認められていないと、科学的根拠は全くないというのが現状。土壌汚染が福島で増えているということは、ほとんどの方がそういうことを言ってない、非常にユニークなお話を伺ったんで、フィールドアピメモロジーという教科書に基づいて言っておりますので、先生の方がユニークですね。決して同心炎上にだんだん取り組みされて、次の日、わけではなくてですね、風向きもありますし、遠くに行けば行くほど低くなる、これは普通の人間の考える常識なので、もうね、うるさいから黙れよ。やっぱり後ろからうるさいって言うなって言ってだから発言させられちゃうんですよ。なんか言うせえばいいじゃないか、言うのかも言うのかも言うのかも言わないから言うのかも。傍聴者を排除した中で開催された最後の会議。福島原発事故はチェルノブイリ原発事故よりも被爆線量が小さいため健康被害は起きないとの報告書をまとめ、福島県外では検診しないことを決めました。
上層政協ではある会議が開かれていました。関東子ども健康調査支援基金の代表者会議です。基金は甲状腺エコー検査を実施しようと2013年9月に発足しました。木本さんも5人の共同代表の一人です。人任せっていうことはできないんだっていうことは、この原発事故の後の政府の対応を見てて思ったんですね。急がなきゃいけない、もう自分たちでやらなくちゃいけないって思ったんですね。で、そう思った時に、自分一人では無理なんだけれども、ちょっと待って、面白かった、みんなでだったらみんなの子供が守れるんじゃないかっていう力を合わせれば、っていうのはその関東ネットの活動の中で、協力し合ったら力が大きくなるっていうのはなんとなく思ってたので、基金で購入したエコー検査機です。高額な購入資金は市民の募金で賄いました。現在検査を実施しているのは栃木、茨城、神奈川、千葉の20会場、年間27回を数えます。2年間に延べ4000人が受診しました。木本さんは去年から基金の事務局スタッフとして各地の検診を支えています。もともとすごいパソコンが苦手で、もう大変でこれ関東ネット入ったあたりからもう不便で、パソコン教室に行かれるようになって、まあ今も通ってる。本当？本当ですよ。もう全然分かんなかったから、コピペってコピペーパーですかっていうところから始まっていて。事故前の木本さんです。結婚後本格的なパン作りを学んだ木本さん、毎朝のように自宅でパンを焼き、自然豊かな環境の中で2人の子供を育て、充実した日々を送っていました。あ、すごいいいとこだったんですよね。自分がその都会育ちだったので、全然そのセミの鳴き声もあんまりよく知らないっていう子供だったので、息子と一緒に、あ、セミってこんなに種類があるんだとか、トンボこんなにいるんだとか、そういうのを捕まえたこともないのに子供と一緒に捕まえて、そういうことがですね、そこかしこでできる土地だったんですよね。草の匂いだったりとか、土の感触だったりとか、水のこうなんていうかな、音だったりとか、落ち葉の中に、ね、転がるとか、そういうこともできなくなって、娘が過ごすべき自然との中の時間をすっかり奪われてしまったなっていうのはありますね。今もそれはすごくありますね。これが必殺バーコードリーダーエコー検査を受ける方の、ID 番号を前は手で入力してたんですけど、最初の頃はそうするとやっぱり番号が一文字違ったら違う人になっちゃうので、とにかく待ち時間を短くすることでたくさんの方人数が見られるねっていうことから、バーコードだったら一瞬で読み取れるっていうことを事務局が発表しました。関東子ども健康調査支援基金の特徴は、検査を実施する地域ごとに運営団体があり、検査の実施そのものは
地域の人が担うという方法を取っていることです。基金の事務局は全体のシステム作りやデータベースの管理、医師との調整などを担っています。チェルノブイリでは甲状腺がん以外にもさまざまな疾病が増えているとの報告があるため、いずれは他の検診項目も統合したいと考えています。一緒にその地域の子たち守ってるっていう、なんかやっぱり一体感というか、そういうのはすごくありますね、やっぱりその地域のことっていうのはその地域の運営団体のことじゃないとわからないので、じゃ この場所でやるんだったら幼稚園の近隣 の幼稚園に声がかけられるねとか、学童に持っていけるねとか、自分が子どもさんを通わせている小学校や幼稚園のつながりとかっていうのがやっぱり見えて、みんなで受けてもらえるっていうのが、地元に上なんだろうなっていうのが、ことの意義というか。週末、茨城県取手市で基金の甲状腺検査が行われました。よろしくお願いします。この日検査を担当したのは、広島やチェルノブイリでも甲状腺検査を実践してきた野曽義弘先生です。検査を担う医師が不足している中、月に1回はるばる島根から関東まで足を伸ばし子どもたちを見てくれる野曽先生は、基金にとって心強い存在です。よかったね、おしまい。チェルノブイリとか、セントラチンスク、海外の各の被爆の皆さんに、ボランティアとして献身してました。で、海外にも行ってるのに、我が国の人を見捨てるわけにはいかないんですか。行政が動く前に、行政を動かすのでそれまでに時間がかかるわけで、その前に、時間がどんどん進んでますから、皆さんの協力があればいつでも飛んでいって一緒に協力します。並んでいる2つの画面、基金の検診では甲状腺の変化を毎年比較できるように過去の超音波画像を呼び出してモニターに映し出し、前回と今回の画像にどのような違いがあるかを保護者に見せながら医師が説明する方法をとって、前回なくて今回出てきたから心配症状を取らずで、ね、どんどん成長してる感じだと思ってました。健康被害と考えるのは考えすぎですね。そうですね、ここ見ていくのがちょっとありがとうございます。1年前とどう変化がありますかっていうところが気になります。増えちゃってる人とか大きくなってるのかなとか、また新たに建設ができちゃったのかなとか、今日は知りたかったので、とりあえず結果は良かったので、まあ、でもとりあえず今は安心できても、またこれから不安なので続けていると思います。これからも5年6年10年と継続的な検診はどうしても必要ですね。そうして初めて、今回の影響があるかないか、発生の影響があるかないかというのを実証するのが大事だと思いますね。毎年毎年地道に私なり、また行政なり関係者の先生方、また子どもさんたちを見てあげて、それで、追跡調査するのがとても大事なことだと思いますね。これは現在福島県外で甲状腺検査を実施している自治体です。木本さんたちは基金の検診と並行して一人でも多くの子どもが受診できるよう、地元自治体が独自の検診を実施するよう働きかけを続けています。関東ネットのメンバーはそれぞれの自治体の事情に合わせ、時に協力しながら戦略的にロビーイングも行っています。そんな中、メンバーから大きなニュースが入ってきました。茨城県と千葉県の県境に位置する我孫子市が甲状腺エコー検査に加え血液検査も実施することを決めたというのです。直前まで検診に否定的だった市長を動かしたのは地元の母親たちでした。
松戸も柏も、他のところでも何か所か助成されているのに、安倍子はいち早く指針促進が、実施されたから、実施されたから必要助成をしないっていうふうにずっと持っていかれてたから、どうしたらいいんだって思っていて、陳情も全会一致で採択されたのにやるつもりはありませんって言われた時に、じゃあどうすればいいんだよって本当に思って、佐藤さんたちは2度にわたって市長との懇談会に参加し陳情書を提出。さらにこれまでやり取りのなかった与党議員と面会し、自分たちの思いを伝えました。その直後の市議会で市長は検査の実施を明言したのです。来年度予算に、エコー検査、そして今、血液検査も含めて、今石川ともちょっと協議を始めていまして、本会議じゃない、委員会かなと言ったら市長がそれを言ったので、あっと思って、市長にありがとうございましたってお礼をきちっと言って、もうそれも顔出して言いたいわと思って、待ちして。ここで議員さんてる方はここのことは大事に考えなきゃいけない立場の人なので、話せば分かるっていうことは絶対に多分あるんだなっていうのは今回すごく改めて感じたので、本当にそんな大きなことってのはできないけど、地味とにかく地味に地味に何も地道に一歩一歩っていうのが本当に安倍子のスタンスで、それが本当にいいところだなって思いますよね。1月末、東京と千葉の県境にある千葉県船橋市で甲状腺検査が行われました。主催したのは甲状腺検査千葉の会です。今汚染状況重点調査地域に入っていない地域でも検診を求める声が広がっています。基金で経験を積んでいる木本さんも応援に駆けつけました。私がこれをやらなくちゃって思った一番最初の3日ぐらいなんか本当に 寝られないで考えた時に、ちょっと大げさなんですけど、子どもの幸せ、自分の幸せっていうか、その人間の幸せって何なのかなっていうのをすごく考えたんです。人は絶対人の中に生かされると思っていて、人との関わりがなかったら人に認めてもらうこともできないし、笑い合うこともできないし、だから自分が幸せになるためには、自分の子が幸せになるためには絶対に仲間が必要。じゃあ仲間がみんなが幸せじゃなかったら、逆に自分の子供の幸せも自分の幸せもないなっていうのが結論としてあったんですよね。だから自分だけとか自分の子だけっていうのはその時に考えからなくなって、でみんなが元気でやれる方法をみんなで考えたら、自分一人で考えるよりもずっといい考えが、いい知恵が生まれるかなっていうことで、だから多分仲間を増やす、仲間になっていくっていう、人と人をこうつながっていくっていうことをすごく最初にやろうって決めたんだと思うんです、今振り返ると。放射性物質が県境を越えてきたんだから、人間だって県境を越えてつながっていかなくちゃって、2020年にオリンピックが開催される首都東京です。東京電力福島第一原子力発電所から190キロ離れたこの場所も放射能で汚染されました。アメリカ国防省が推計したデータによると、東京の大人の甲状腺透過線量は 5.2 ミリ、1歳の子供は14ミリです。ウクライナの研究によると、甲状腺の被爆線量が10ミリ以下であっても、甲状腺がんにかかっている子どもは少なくありません。原発事故から5年、
類の被爆線量は分かっていません。怖いですね。なんか中のインタビューは素敵だから、なんか悔しくなったり泣いたりいろいろしながら見ましたけど、久しぶりに見まして、はい。で、今いろいろこういうふうに汚染してたんだなって最初の頃とか、あるいは国が環境省の会議見ていただきました？あんまり知られてないかもしれないんですけど、大変な激論の挙句ですね、まあ、福島県外以外は、検診しないと。で、まあ、昨日ですね、実は重大なニュースがあって、栃木県の県北の地域で7000人の方々が、私たちは福島県と同じぐらいその、まあ、放射性物質が飛んできて被害を受けたということでですね、福島県と同じようなその、賠償、福島県の人たちは一律ですね、8万円とかの賠償を受けているの、それと同じだけ その精神的賠償をということで、ADR ですね、紛争解決センターに申し立てをしてたのがですね、なんと そこは本当はですね、こういうふうに和解しなさいよって和解勧告を出すのに、和解勧告を出せないということで打ち切りというのを昨日やりまして、私はもうかなりショックでですね、やっぱりこの事故が福島県の問題は もちろんすごく重大なんですけど、県外の問題というのはすごく切り捨てようというふうな姿勢がすごくはっきりしていてですね、逆に言うとだからこそ検診とかですね、いろんな取り組みをしてないというふうにも思えるんですけれども、まあ、そんな中ですね、これから、養護の先生に出てきていただきまして、宮城県、東京と同じか、もしかしたら東京よりも低いかもしれないですね、汚染のレベルの地域でこんなに現場で頑張っている先生がいるということで、お話をお聞きしたいと思います。では大谷先生とですね、佐藤恵美さん、そして松田千恵子さんの3人にお話をしていただきたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。40分ほど、保健室の現場からの報告をさせていただきます。じゃあパワーポイントを見ながら説明を聞いていただければと思います。中で佐藤恵美さん、それから松田千恵子さんのことについては出てきますので、そこで知っていただきたいと思います。じゃあちょっと座らせてもらいます。まあ、私たちというか保健室の現場からって言った時に、この3人がソイのメンバーが行ったのは、取材したのは茨城、福島、宮城3県は行きました。それから話題にもいろいろな県も話題にはなったんですけれども、その3つの県だけ行けて、そして今回ここでお話しするのは宮城県のその中でも大崎地区の養護教諭たちの実践を紹介したいと思います。なぜ大崎なのかっていうのがこれから分かるかと思います。で、今回 の40分での報告の概要ですけども、まず前回、中間報告した時に保健室のこととか養護教諭のことを知らない方が大変多かったので、もう一度ちょっとすいませんけど確認のために説明させていただいて、その後宮城の養護教諭たち、特に大崎の養護教諭たちはどういうところが私にとっては魅力なのか、大谷から見て特別な存在なんだということをお話したいと思います。それから3つ目が保健室の姉さんというその活動があるんですけれども、そこから改めて保健室とか養護教諭のことをちょっとだけ考えていただきたいと思っています。それから4つ目が本題に入りますが、 3.115 放射能問題への取り組みをどのようにやってきたのか、で大崎地区全員の取り組みと、それから2人、今回は佐藤恵美さんと松田千恵子さんの実践をいろんな形で質疑応答という形で紹介したいと思います。
まず保健室養護教諭と法律の関係なんですけれども、我が国の法律は基本的にはまず土台として日本国憲法があります。是平は国民主権、基本的人権の保障というその憲法の下で、子どもの健康を命に関係することとしては、例えば教育基本法がその上に載っています。教育の目的が語られています。そしてその次に学校教育法があって、学校の職員の仕事のことが出てきます。それから3つ目に学校保健安全法があって、具体的な保健管理安全管理のことが決められているんですね。そして特にここでちょっと紹介したのは教育基本法の中に、教育のことですね、教育の目的なんだけども、つまり心身ともに健康な国民の育成というふうに、心とか体の健康な国民、子どもたちを育てるんだというふうに、教育はなんか学校で学ぶことっていうふうに先に出てきますけども、そうじゃなくて教育の目的は子ども一人一人が健康になることっていうことが一つちゃんとあるということ。それから心身ともに健康なっていうのはどういうことかっていう、いろんな条件があるんですが、その中でちょっと注目したいのは、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた、そういう国民なんだということで、平和な社会の形成者って私いつも略して言ってるんですけども、学校はそういう場所、平和な社会の形成者になるために子どもたちは学校に通い、いろんなことを学んでるんだ。ですからそこにまた養護教諭が関わるわけです。で、次に養護教諭とか保健室のことですが、学校教育法ではこういうふうに決まってます。学校、ここ小学校ですけど、小学校には校長、教頭、教諭、養護教諭および事務職員を置かなければならない、これだけの規定なんです。学校に置かなければならない職員はこうなんですね、必ず置かなければならない。あといろんな職種、新しい人が学校の中に入ってきてますけど、それは置かなければならないわけではなくて、必ず置かなければならないのはこういう人たちで、そこには養護教諭が入っているということです。で、幼稚園と高校は置くことができるという言い方になってますけれども、一応高校は大体置かれているかと思います。それからその中身ですね、教諭は何をするかということも書かれていて、教諭は児童の教育を司る、で、養護教諭は児童の養護を司るということで、仕事の中身は違います。だから教員の強化、学力向上のために養護教諭を置かないで教員をっていうようなことは成り立たない。必ず養護をするための養護教諭を置かなければならないというふうになってます。それから学校教育法施行規則第1条ではこういうふうに学校に置く設備が出てくるんですが、必ずそこにも保健室があります。だから学校にはその学校の目的を実現するために必要な設備として保健室がある、どこの学校にもあるということを、承知していただきたいというふうに思います。その次に、じゃあ次は法律のことをおしまいにして、宮城県大崎地区のことです。先ほど の DVD も出てきましたけども、この要素の拡散状況です。で、ここ福島原発があるところが分かります。それから東京はこの辺りです。そして大崎というのはこの赤い辺りですね。ということで色具合から見て東京と同じ、または地域によっては東京より少ない、または多いという、そういうようなことが分かります。で、さらにちょっと拡大しました。大崎地区は、仙台から離れて、女川原発の近くにあるんですが、今回石巻というところが津波の被害を大きく受けました。それで大崎地区の養護教諭たちは同じ 宮城県 その石巻の支援しなくちゃいけないというふうに思って、養護教諭たちがいろいろ考えたわけです。で、今回ブックレットに登場する人は4人、ここに名前を書きました。それ以外に右側に書いたのはやはり養護教諭たちです。養護教諭たちが集まってどうしたもんかって考えたわけです。そして決してまた家族とかいろんな地域の養護教諭たちにも声をかけてやったことが、ちょこっと遊ぼうという企画だったんです。で、自分たちを保健室の姉さんっていうふうに言って、主催者は保健室の姉さん、
そして津波の被害を受けた石巻を応援しようとしてこう取り組むわけです。でそこに、第1回の開催があったのがこの5月3日なんですが、その前の日ですね。で前の日です。その会場が港中学校、もう本当に被災しています。で2階以上は避難所になっているんですが、本当ほこりだらけのところをマスクをしながら聖母大学の学生たちと私は行ってきました。2人です。そして、一つ養護教諭のそのエネルギッシュなところをちょっと紹介したい例なんですが、石巻が青ですね。それから大崎地区があります。でそこに恵美さんの家があります。そしてそれから勤務地が鹿間にあります。そして今回聖母大学の学生と私が宿泊したのが鳴子温泉のところなんですね。でこういう三角のところなんですが、そこで恵美さんは家を出て鳴子に泊まっている私たちを迎えに来て、そして石巻に送って、そしてから自分の勤務地に行く、また勤務が終わったらまたその逆のコースっていう、そういうようなことで私計算してみたら300キロなんです。1日に仕事を終えて前後に朝早く出てきてという感じで、これが一つの例なんですけども、このぐらい毎日毎日パワフルに養護教諭たちは聖母の学生のためじゃなくて、まさに石巻の被災地のため、困ってる人たちのために本当に力を合わせてやったという例になるのかなと思います。そして今回そのちょこっと遊ぼうが始まるんですが、それが第1回のチラシです。これがずっと続いているんですが、第1回のチラシでどんなことをやったかというと、佐藤恵美さんの連絡先があって、それから1番目4つのコーナー作ってフリーマーケット、それから2番目が試食会ですね。それから3つ目に、和みカフェ、それから4つのところに子ども広場、子どもたちが遊べる場所を作る、こういうような企画を立てました。そして、会場ですが、港中学校の会場で、ここに、ちょっと見えにくいんですが、ここちょこっと遊ぼうと書いてあるのが聖母大学の学生が作ったものです。大きく書いたつもりないが、このぐらいその会場の中小さくなって、でここがフリーマーケット、それからこう4つのコーナーがあります。こんなちょっとごちゃごちゃした形、ちょうど5月3日なので鯉のぼりも飾ったりして、電気は使わない、水道も出ない、ほこりだらけのところですけども、避難被災した人たちはこうやって集まってました。そしてどういうことが分かったかっていうと、一つはこの第一番目のコーナーフリーマーケットでは、私たちボランティアが何をやったかっていうと、被災者の人たちが物を選びます。大抵は0円にしたんです。フリーマーケット10円のもあるし100円のもあるんですが、大半は10円。でもその時にボランティアはありがとうございますをやりました。つまり被災者は多くは誰かに来てもらって、やってもらって、ボランティアに来てもらって、被災者側がありがとうございますって言い続けてた。そうじゃなくて、私たちがボランティアがありがとうございます、お買い物いただきありがとうございますっていう姿勢で臨みました。いろんなものを選ぶときも一緒に選ぶ、でピンクの紐のついた靴を選ぶ男性に対しても一緒に、奥さんのですかって言いながら選ぶということで、選んでもらったらありがとうございますということをやりました。で2つ目の試食会は、やはり避難所にはいろんな食べ物が来るんですけども、大体もう決まったものになってしまう。だから今まで食べてたものが食べられなくなったから、漬物、揚げたてのもの、おひたし、なじみのおかずなどを用意しました。それからこちらの方は、やはり避難所ではいろんなものも支給される、並んで、はい、順番にっていう形のものが多いから、そうじゃなくて好きなものをどうぞっていうことで、お茶もコーヒーとかいろんな種類の紅茶以外のものも、いろんなものを置き、それからケーキも手作りのものもいっぱい置き、この中でどれがいいですか、選んでください、そして一緒におしゃべりをしましょうという形の和みカフェ、それから4つ目の、子ども広場は狭い場所でも楽しめるような工夫して一緒に遊ぼうよというようなことをやってたんです。
で、それを私が見て、このありがとうございます、何がいいですか、ご一緒にっていう姿がちょっと思い出したものがありました。それがこういう本ですね、野田正明さんという本、岩波新書で出してた本、ちょうど阪神淡路大震災の時にボランティアたちが行きました。それでボランティアたち、若者たちがボランティアって何をしたらいいんだろう、ただただおにぎりを渡してるだけではだんだん被災者はなんかもういいっていう顔してきた、自分たちを何をやったらいいんだろうかっていう問いをした時に、この野田さんが、精神科医の野田さんが、人間の尊厳を見出すことだっていうふうに言ったんです。そして若者は考えて何をしたかって言ったら、被災者の話を聞いたんです。そうしたら、今までは能面のようにただおにぎりをもらっていったその人たちがニコニコして話をした、本当にああこれが人間の尊厳を見出すことだって分かったっていうのが若者の声でした。それを私は思い出したんです。保健室の姉さんが行ってたことはまさにこういうことなんだ。つまり被災者支援の本質、人間の尊厳を見出すことと保健室の姉さんの現実っていうことが重なりました。だからこういうことを考えついて、実際に行動しパワフルに力を合わせてやっていく、そういう人たちはどこにいるわけでもない、日本中非常に稀だというふうに思います。でも、いることはいるということで、今回この大崎の保健室の姉さんを組織した方に来てもらって、まずちょっとお話を聞きたいなと思っていて、保健室の姉さんの原点ですね、3.11 の前からこういうなんか養護系としてやってたからこそ、こうやって緊急事態になって保健室の姉さんの活動が始まったのではないかと思うので、そこら辺のことを恵美さんにお話ししていただきたいと思います。佐藤です、よろしくお願いします。ちょっとね、まだこう平穏な気持ちで聞けないっていう部分があってあります。それで先ほど大谷先生が法律的なお話をしたんですけれども、ちょっと具体的に、今から30年前、小学校1年生のけいちゃんという女の子なんですけれども、毎日のように毎休み時間のように保健室に来てました。それである日、学校にいると K は命令されてばっかりいる、私はもう早くお家に帰って G とバーに命令しなきゃいけないっていうふうに言ったんですね。まだ6年しか生きてない子供がそう言ったのを私は今でもよく覚えてるんですけど、6年しか生きてなくても保健室に行って養護教員に、今私はこういうことで困ってるんだよ、イライラするんだよっていうことを言えば聞いてもらえるっていうことがもう分かってる、そこに法的な部分が具体的にちゃんとあるなというふうに思いました。 3.11 の時に5分間ぐらい本当に激しい揺れが続いて、私たちは1分間机の下に入るっていう練習はしてるけども、5分間も激しい揺れに耐える、東京も随分揺れたみたいですけれども、あ、そういう訓練はしてなかったなっていうふうに思いました。5分間もあると人がなんかねパニックになって変な行動を取り始めるっていうのも実感しています。それでライフラインが全部ダメですので、うちの娘は東京に暮らしてたんですけれども、2人で東京からお家に電車バットを飛ばしたい、電書バトを飛ばしたい、声が聞けない、一体どうしてるかわからないって、姉妹2人でもう私たちは2人ぼっちになったかもしれないねって、テレビに津波の様子とかが見えるからそういう話をしたそうです。それでテレビの様子を見て、石巻というところの被害を見て、もう絶対困ってるっていうのは誰が見ても明らか。それで3月の27日から私は困ってない、私はなんで割と食料品も何でもある、水もある、それを持って街角で軽トラックで、その皆さんどうぞお食べくださいって言って、ご飯とか梅干しとか漬物とか
もう電気釜いっぱいのものを皆さんにお渡しして、それをせずにはいられないということでした。じゃあ先に行きます。で、 3.11 前の大崎養護教諭たちのこととして、私は実は大崎のこの里恵美さん松田さんたちと知り合いになったのは 3.11 の時なんですけれども、そのきっかけなんですけども、それより前に注目していました。その一つが、恵美さんの実践報告です。風と共に生きるというタイトル、昔の人だったら風と共に去りぬということをすぐ思い出すと思うんですが、それとね、風と共に生きるというタイトルにした実践報告だったんです。小学校のその時養護教諭で、子どもたちが風邪をひいたりまた病気になったりすると、自分はダメだとか、悪い状態になって、自分は悪いことしたからこうなったみたいに自分を責める、また誰が一番初めに流行らせたのかっていうようなマイナスと捉えるところがあるんだけども、本当にそうなんだろうかということで、恵美さんは各学年ごとにまた一人一人のデータを持ってますね。欠席人数が分かります。ですから2年生の時の風邪流行した時の誰ちゃんは休んだとか、または何日休んだとか、そういうデータがあります。で、3年生はどうだったか、4年生はどうだったか、5年生はどうだったかというふうに築年の経過を見ることができるんです。そして発見したんですね。例えば2年生の流行の時にすごく風邪ひいてたっぷり休んだ子どもは、5年生でまた流行の時にはあまり欠席してない、そういう逆転現象、つまり風邪をひきながら抵抗力をつけて、そしてこの次の風邪の時、流行の時にはそれほどひどくならないという、そういう状況を実際にデータをもとにして把握して、そして養護教諭っていうのはただただ出席日数考えて、ただただ臨時休業をどうしますとかね、そういうようなことを発信するんじゃなくて、風と共に生きながら自分たちの体を作ってるんだよねっていう、そういうようなことが養護教諭の専門性ではないかというふうに語っている実践報告でした。それが92年で発見して、で注目してました。でその後も、よく見てると、宮城の大崎の養護教諭たちはハンセン病のことに関心があって、ハンセン病学会に行ってきましたっていうふうにやったり、その地元にもこういうような関係する人がいたんだことが分かって、そこに行ってみましたというふうな話で、合わせれば感染症の人への偏見とか差別の問題ですね。ハンセン病は無雷犬っていって、雷が犬から出てこないようにするっていう、それを保健師だとか学校保健関係者もいろいろとやったんじゃないかと思うんですね。その病気になるとその人を排除するような形をやった、その反省の上に今があるわけだから、そういうことを学んでいったんですね。つまり感染症をターゲットにしてその人を責めることをしない、もっともっと違う共に生きる形を探っていったんです。それからフッ素線香とかフッ素塗布、今ものすごく流行って学校の中に下ろされてますけども、それを長い期間にかけて検討しています。体の中にフッ素を入れて虫歯予防をするっていうのが決まってきてるけども、それを本当に学校で行っていいんだろうかっていうような問題ですね。薬物で予防していくっていうことに対する警戒、それからチェルノブイリの事故があった後もそれに関心を持ち続けていました。だから現在日本で起こったから動いたんじゃなくて、チェルノブイリの時から動いてました。そして全部合わせれば少数者の立場、それから社会的に弱い立場に立っていたんじゃないか、そして養護教諭の在り方ってどういうものなのかということを常に探っている、それが大崎の養護教諭たち、これで万全というわけじゃなくて常に考え続けているというところがすごくいいなと思っていたわけです。で今回 3.11 をきっかけにして、つながっていっていろんなことを教えてもらいました。で、先ほど言いましたチェルノブイリのことについても関心を持ってたということで、 3.11 前より放射能問題に取り組んでいたということをちょっと恵美さんの方から紹介してください。チェルノブイリ事故は
すごいショックで、先ほども出てた爆心地からのこう地図がありましたけれども、あれは保健室に掲示してました。それでその後の写真集カレンダー毎年毎年発行されるんですけれども、それも保健室に掲示しておりました。2011年3月11日のなんと4ヶ月前、原発労働者の健康被害の写真展っていうのが仙台市で行われました。その時にも、友人たちと一緒に行きました。それでそのパンフレットにはオレンジの作業員の方が出ていて、この人たちの労働が1日なかったら原発は動かないっていうのがパンフレットに書いてありました。それでそれを職員全職員に、伸ばした。それからその石の巻で崎山さんが多分2010年だと思うんですけれども、学習会をしたんですね。その崎山さんの学習会にも、伺わせていただきました。そんなふうにして放射能原発事故ということに関心を持ってたし、仲間は、石巻の女川原発の近くの植物はこんな風になっていくっていう、研究そういうものを出してたので関心を持っていました。でそれではその 3.11 前のことはここまでにして、次 3.11 後のことです。で放射の問題へどういうふうに取り組んできたのかということで、一つ保健室の様子っていうのは私たち総医のメンバーが、16年の1月に取材しています。でその時に圧倒されたんですね。放射能の汚染地図、綾川マップが保健室の中に飾られてたり、それから松田さんのところもいろんなこういう食べ物は汚染度が高いよっていうような掲示物などです。でそういうようなことは、一つはここの後で休み時間に見ていただきたいんですが、映像を撮ってあります。こんなの飛んであるので後でご覧ください。ちょっと映像に流す時間がなくて、後で見ていただければというふうに思います。でちょっと追加で松田さんお願いします。はい、保健室には先ほど恵美さんが言ったように、もともとチェルノブイリの様子とか、あと廊下には甲状腺がんになって手術をした女の子たちの写真集のカレンダー、それを貼ってあったんですね。と私は震災後にそこの学校に移動したので、私の前任者がそれを貼ってたんです。でそういうこともあり、放射線に関して子どもたちに情報を伝えるっていうことは他の学校よりはスムーズにできたんじゃないかというふうに思っています。で放射線に関する現状ということで、その早川マップをずっと掲示していて、これは、2016年っていうふうに取材に来ていただいたんですが、もう原発事故以降ずっと自分たちの頭の中に入れておかなければ子どもたちも忘れてしまうっていうことで、ずっと掲示してあります。食べ物もこういうベリー類がどちらかというと吸収しやすいんだよとか、キノコ類は気をつけなきゃいけないんだよって。で私の勤務するところは山あいの学校なので、どうしても山にこうの実りを食べているっていう食生活がほとんどの家庭だったんですね。でそれを気をつけなきゃいけないんだよっていうことを自分たちが分かってほしいという思いでずっと掲示していました。私は中学校だったんですけれども、廊下は今被災地はこうだよということで、自分が出かけて出会った人たちの写真をいっぱい貼る、それからその隣には放射能ニュースということで、流通禁止っていうか、国がちゃんと今これはダメですよっていうふうな食品があるので貼っておく、それを貼っておく、それから自分自身が学校の給食の牛乳を、市民測定室に出してたので、あと今 この中にこれぐらい入ってるって、中学生の男子って牛乳をいっぱい飲むんです。
で、あの1本以上は飲まなくてもいいと思うって、せめて2本でやめたらっていうような、その具体的に書いたりしてましたね。はい、保険だよりを発行したのが、恵美さんは3月25日なんですね。2011年の3月25日、これは非常に早かったんですね。そのいきさつと、それからその成果についてお話しください。はい、この日は修了式と離任式があり、実は子どもたちを集めるのは良かったかどうかということもあると思うんですけれども、全校の生徒が集まってました。その中でやはり子どもたちが、先生放射能を雨には当たっちゃいけないんだでしょ、はげるんだよねとか、あとベクレルって何、シーベルトって何っていうふうにどんどん聞いてきたわけですね。それで、校長の方に、子どもたちがこのように聞いてきますって、私はこの質問に答えないわけにはいかない。そしたら校長が、君の、それは君の仕事だねって言って、じゃあ今日お便りを出しなさいということで、出しました。それで成果はということがあるんですけれども、やはりそうやって出れば、子どもたちはこんなふうに思うんだけど、心配なことをどん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 言う。でそれでその心配なことに真摯にっていうか、私が分かっていることをとか、あと調べながら一緒に調べようとかっていうふうにして答えていくということは、とてもオープンにできたんじゃないかなっていうふうに思うし、先生方も普通に赤ちゃん生まれたばっかりの人とかはダメだよっていう、こう外に出るときはこう囲んでねっていうような感じで、そういう会話ができてました。その保健頼りとまた関連するんですけども、多くの学校では聞いたところによれば、やっぱり掲載するにあたってはチェックが入って、でそれがもうあまりにも露骨であって、もう諦めちゃう人もいたと思うんですね。だからどういうふうにそれを掲載し続けたのか、そんなところ勇気がいることなのか、あとこういうふうにすればよかった、なんとかなるんじゃないのみたいな知恵を教えてください。もしかしたら私のお便りが影響力がないのかもしれないので、そんなにチェックが入らなかったのかなとか思うんですけれど、まずは国とか県が明らかにしていることがあるわけですよね。それは宮城の場合だったら年間1ミリシーベルト以下にっていうのが大きく出たわけですから、それはお便りに出せるわけですよね。それからいろんな研修会での発言を中心に、佐藤恵美が言ったっていうと、それは君の考えだろうっていうふうに言われてしまうわけですよね、明らかに。それで、そういうのを載せたり、あとは校医の先生、検診が終わったら子どもたちを丁寧に見てもらった後に、先生、先生のうちのお子さんは小さいけどどんなことに気をつけてますかっていうふうに聞くと、あ、外から帰ったらこんなふうにするとか、あとは雨の日はこういうふうにするとかしてるよっていうので、その言葉をそのまま載せるんです。それらがダメだっていうふうに言われたことはなかったです。自分の言葉っていうよりも他の人の情報を使ったっていうことですか。そうですね、ずるい。でその中でも恵美さんたまたま中学校だったから、中学生との会話がこう出てきて、で中学生は賢いなっていうのがあったと思うので、その賢い生徒の情報をちょっと教えてください。はい、例えばサッカー部は4月になってからもう部活動が始まるわけですよね。そうすると、あと部活をする草っぱらっていうかグラウンドを私が全部回って空間線量を測って歩いてるわけです。そうするとサッカー部の子たちはみんな集まってきて、先生何シーベルトだったのっていうふうに聞くから、今日はね 0.08 だよって、草っぱらに直に座らないでね、ベンチに座ってねって、怪我したらすぐ 流そうねとか、そういう具体的なことを言うと、なんかそれも体育会系で気持ち悪いって言えば気持ち悪いんだけど、ありがとうございましたあとは
子どもたちにこうアンケートっていうかね、どんなことを思ってるかとかそういうことを聞いた中で、周りの大人にどんなことを言われたかっていうのを聞くと、近所のおじさんがもう放射能が大変なことになっているって、だからお前たちは今から2週間外に出てはならないっていうふうにもう行って歩いてた地域の人がいる、それこそドブ板そういう人がいるっていうのとかが分かったりとか、はい、あと思い出したら言います。じゃあちょっと、今度松田さんの方にお話を振ります。松田さんの学校小学校でしたけども、そのやはり早い時期に放射能測定を始めたと思うんですね。そしてそれがとても一つのバネになっていろんな活動に発展したっていうふうに聞いているので、そこら辺をお話しください。放射能測定器もなくて、本当にこう現状がわからないっていう状況がすごく自分にとっても不安だったんですね。 でも子どもたちには一番影響力が大きいと言われているので、子どもたちになんとか自分たちのこう現状を知ってほしい、でそういうそれを知ることで、いろいろ気をつけることが自分たち自身でこう身につくんじゃないかということで、ちょうど放射線教育をずっと震災前から文科省で力を入れてたんですね。でそれで、放射線測定器を貸し出ししてたんです。で、はかるくんっていう機械を貸し出ししていて、でそれを借りて子どもたちと一緒に測ろうっていうことで、校長に子どもたちと一緒に測るためにこれを借りたいっていうことで、借りることができました。でもう理由が一緒に測るということだったので、まず自分ですごい線量高いところは一緒に測れませんので、一回測ってから子どもたちと一緒にぐるっとこう高地内を回って、で雨どいの下が高いとか草を集めてあったと山が高いっていうことが分かったので、もうそこは 0.23 以上あったところなので、もうロープを張るとかそういうふうに対応したんですが、で子どもたち自身がここは高いんだっていうのが分かって、でやっぱり放射線はテレビでは言ってるけども、実際にこう数値で分かると気をつけなきゃいけないものだっていうのを感じて、で高学年の子たちと一緒に行ったので、その子たちが低学年の子に触っちゃいけないよとか草を舐めちゃいけないよ、でどうしても本当に自然豊かなもので石を舐めたりとか葉っぱを舐めたりとか、そういうふうなのをちっちゃいこう低学年の子たちだと、もうそうやって泥んこの中で生活するのがもうそれが生活なの でそういうところを注意し合えるっていうところが、声を掛け合えるっていうのがとても良かったなというふうに思っています。で今の保健だよりの内容はブックレットにもちょっと書いてありますね。子どもたちが書いた保健だよりの中身はブックレットをご覧ください。でその次に、子どもの健康状態のことについてちょっと話題を移したいと思います。気になることはどういうことがあるのか、それから健康状態を把握していくために努力工夫していることで、まあ、松田さんを中心に、あと場合によってはあります、あったら、はい、どうぞ。はい、健康状態、うちの学校は本当にこう小規模校なので、子どもたちの様子を観察している中で、震災当時は鼻血が出やすいとか、どうしてもこう皮膚のこう湿疹が治りにくいとか、あと風邪がちょっと長引くなとか、そういう様子がこう見られていたんですが、最近はそういう症状はどちらかというと落ち着いてきてるかなというふうに感じています。でただいろいろこう統計を取っている先生の話ですと、アトピー性皮膚炎と喘息は2010年と比べると2016年は明らかに多くなっているというような話もありますので、そういうところを気をつけて見ていきたいなというふうに思っています。でこういろいろ発信する中で、高校の先生の方から子どもたち子どもたちの健康状態でちょっと気になること、健康診断の中で甲状腺を指摘される子どもたちが出てきたとか、あと難病指定にあたるような病気が見つかっているっていうようなことを
聞きました。と手足がこう震えるとか、あと湿疹が治りにくい、皮膚科のトラブル、あとそういう神経的なもの、と腎臓系の病気っていうようなところ、そういうところがちょっと気になるというようなことを教えていただいたということがあって、でいろいろ自分だけではわからないけれども、少しこう周りに発信していく、つながっていくと分かっていることが分かってくることがあるなというのを感じています。担任や保護者と一緒に取り組む工夫として、特に小学校なのでいろいろと大変なこともあるかと思うんですが、どうでしょう松田さん。はい、私は会議の中、担任っていうか、まずは一番最初に会議の中で、もう今までは放射線については何も全然私たちも知識がなかったし、担任も知識がなかったっていうことで、そのことについて学校の中で気をつけなきゃいけないことをきちんと考えていかなきゃいけないということを提案しました。で会議の中でそういう農園活動であったり体育活動であったり、あと生活科理科とかの授業の中でどう気をつけたらいいのかっていうことを提案していきました。あと研修会に参加して、で研修会に参加するっていうことは学校の中だけじゃなくて、その地域だったり県だったり県全体だったりの研修会なの でそこの場で質問したり意見を言ったりということで、放射線をみんなで意識してほしいっていう思いがありました。でそうやって広げていくっていうことを行ってきました。と保護者にということなんですが、保護者にはやっぱ保健頼りとか、あといろんな草取り作業とかそういう奉仕作業があるんですが、そういう時に保護者の人とお話をする中で、心配しているんだけれども声には出せない、なかなか声に出せないんだっていうような話を聞いたりとか、と私がそういうことを心配しているっていうのを発信することで、やっぱり心配しているうちの人たちがこうつながってくるんですね。地域の人だったりとか、そうやって一緒にこう考え合うっていうことができたように思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと次にちょっと話題が変わります。ブックレットの中にも登場するんですが、パルスオキシメーターって新しいちょっと名前ですね、器具の名前が出てくるんですが、そのパルスオキシメーターを活用するように地域で取り組んでいるという、まあ、簡単なこのぐらいのものですね。これを各学校で取り揃えたということがありまして、どうしてなのかなというところで恵美さんお話ししてください。はい、28年目のチェルノブイリかなんか分かんないんですけれども、その映像を見てたら、学校の保健室のスクールナースかながこの子たちの体力はとても落ちてしまった、でそれで体育の前に、酸素飽和度を調べて、もう今日はこの子は70ぐらいしかないから見学とかっていう風にしてるのっていうのを見た時に欲しいって思ったんですね。それはなぜかというと、3.11 水素爆発した後ですけれども、放射測定器がなかったために地団駄踏むほど悔しかったんですね、私は。それでパルスオキシメーターは絶対欲しいっていうふうに思って、すぐに自分で買ったんですね。自分で買って、それで、活用するようになった。それでみんなにこういうことでこう映ってたよって、チェルノブイリではもう使ってるみたいだよっていう話をして、あと運動をした後に過呼吸なのか酸欠なのか、そういうのもちょっと分かりやすいよね、喘息の子も今日は無理だねって分かりやすいからあった方がいいと思うよって言ったら、館内の中学校は全部学校に用意されたということでした。大体お金はいくらぐらいかかるものですか。1万ちょっとじゃないかな。その程度で用意して安心が得られるということですね。うん、ということなのね。
で要求がそのことをちょっと測定することによってデータが出てくると他のことに気を回すことができて丁寧な手当てができるということにもなるかもしれませんね。はい、そんなことがちょっとブックレットの中に登場しているのでお話ししてもらいました。で最後にもう時間が40ちょうど40分になったところなので、まとめです。 3.11 から6年余りの今ということで、お二人に今子どもを擁護するものとして つまりちょっとエミさんは学校の養護教諭とちょっと場所離れたのででも子どもを擁護する立場です。ですからそういう立場で心がけていることについて語っていただきたいと思います。松田さんから。はい、私は 3.11 から 3.11 の時にすごくこう感じたんですね。私は自分は子どもたちの健康を守る仕事をしているんだっていうことを強く感じて、それを校長に話をして、校長がいろいろ放射線に関して発信することを一緒に考えてこう認めてくれたっていう思いがあります。でそれから6年余り経ったんだけれども、事故直後と状況は違うけれどもやっぱり気をつけなければいけないことは同じだということで、症状も少しずつ変わってきてはいますが、小さな訴えとか症状に子どもたちの声に耳を傾け、症状とかを気に留めるっていうことが大事だなというふうに思っています。でそれとあと周りに伝え続けること、自分がこれを気にしているんだっていうことをずっと伝え続ける、発信し続けるっていうことを続けたいなというふうに思っています。そうじゃないと自分も忘れてしまいそうなんですね。発信することで、発信するためにはもう一度振り返るの でそれが大事だなということで心に留めていることです。今は保育園でパートとして働いてるんですね。だから保育園だから0歳児から5歳児までいるんですけれども、5歳児の子供とか4歳児の子供から電話がかかってくるのね。自分でだよ、えみさん爪が痛いんだけど見に来てくれない？分かった、すぐ行く。でそれほど子供は心配なことがあったりとか困ったことがあった時に誰かに打ち明けたいっていうふうに思ってると思うんですね。その小さな声に耳を傾ける大人が必要だと思います。それで保育園は4月からですから第1回目の職員会議の時に、放射能のことをお話ししました。そして、今流通禁止になっている食べ物はこれぐらいあるんですよっていうふうに言ったら、周りの保育士さんたちが初めて知ったっていうことだったんですね。だからこう繰り返し繰り返し言ってきたことっていうのは無駄にはならないっていうか、覚えててもらえる。全然全く言われなかった人は本当にわからないっていうふうになってるように思います。そしておとといは、子育て支援室が保育園に来て、保育園の空間線量を、5箇所ですね、丁寧に調べていってくれました。でそれを調べてもらったら、今度は私が調べましたよって、こういう数値でしたって、でもこうね、泥遊びをしたら洗いましょうねとか、あと食品はまだこういうのはダメですよねっていうのを書けると思うんですね。そのお便りが出せるって、そういうチャンスにまだこう出会えているんだなっていうか、もうね、それをこう生かしていきたいと思ってます。ありがとうございます。子どもに真摯に向き合うっていうことは、最後のブックレットの、5章でしたっけ、4章5章ちょっと最後分かんない、分けたりしたから4章5章ですかね、4章に書いてあります。で最後の最後、子どもを大事だっていう、それも宮城の養護教諭の言葉から取らせてもらいました。やっぱり子どもは共同研究者、学校の養護教諭、大人たちのいろんなどうしたらいいかって考える場合の、その研究してるとすれば、それの共同研究者に子どもも一緒に入ってるんだ。
そして子どもが中心である、子どもに真摯に向き合っていくことっていうことを、まあ、確認したいと思います。で、すいません、その、資料をご覧ください。でパワーポイントの次の資料が 2枚表裏にあります。これはやはりちょっと古い資料で、2016年7月22日に私がソイの仲間の中でまとめてこうだよっていう紹介した時の資料なんです。でここでご覧いただきたいのは、あの宮城県養護教諭の放射能問題に関わる活動で、特に大崎地区の80人ほどの研究会がどんなことをやってるか、ブロックに分かれてやるのが4つブロックに分かれてやるの左側に、そして全大会大崎地区の80人が集まって研修しているのは右側に書きました。でこうやって2011年7月から集まってやっていましたということを分かっていただきたいことと、本当に今紹介したのは2人あるいはブックレットは4人ですけども、大崎地区としてもやっているということを見ていただきたいというふうに思います。そして、すいませんけども、ここ小あの真山小っていう言葉がこう消えてなかったので、ぜひここは消してくださいすいませんないことにして丸々小学校にしていただきたいというふうに思います。後ろの後半はまた別の時に、あの私説明の時間の時に使わせてもらいます。で以上、ちょっと時間が延びてしまってすみませんけれども、保健室の現場からの報告は以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。宮城県の大崎から東京まで来ていただきました。これからですね、15分ほど休憩を取ります。でぜひ交流してお話を聞いていただいたり、ここにですね保健室コーナーというのを作っておりまして、私も買いましたパルスオキシメーターがありますので、ぜひ自分のですね指でこうやって入れて測る、こう押すだけですぐ自分の酸素濃度が分かります。でお子さんたちがどのぐらいのね今血中の状態で、例えば今だったら熱中症とかマラソンして倒れちゃうとか、高校野球の子どもたちとかみんなこれでチェックすれば分かるんですよね。ということで、まあ、そういうことで、まあ、チェルノブイリでも最近になっても体育の時に突然しちゃうっていうことで体育の前にチェックしたりするんですけれども、ぜひですねこういうものも広げていける簡単な1万円ぐらいのものですので、一つだなと思って用意してますので見てください。あとは結構びっくりしちゃうような保健室のですね、なぜ保健室の中にチェルノブイリが置いてあるのか、私の DVD とかも置いてあるんですけど、早川マップはどこにでもあるっていう感じなんですが、保健室の様子がここにババッとあって、あと私はエミさんの学校に行ってから買い揃えたんですけど、働く細胞が置いてあったりですね、これも素晴らしい漫画なんですけどもこういった様子がありますので、まあ、ここで、保健室体験コーナー、そしてここ書籍販売コーナーで、ここに保健だよりも置いておきますので見てください。そしてぜひ恵美さんや松田さんとも交流していただければと思います。で、お休みがですね40分から、再開したいというふうに、40分だと早すぎますかね、15分と思ってて、45分から再開したいと思います。でお手元にアンケートとコメントペーパーがあります。でもしですね後半で、こういう話してほしいとか、あるいはご質問がありましたらコメントペーパー切っていただいてもいいです。アンケートと一緒でもいいので出していただければと思います。できればお休みの時間の間にアンケートも書いて出して、でも感想は書けないですね上だけ切って出していただければと思います。では45分まで休憩にしたいと思います。